シリーン地図グーグルマップ中村家住宅中村家住宅は沖縄県中上郡北中城村にある歴史的建造物国の重要文化財に指定されている中村家の祖先にあたる菓子は豪農であり琉球王国の官人である御さ丸が首里王府の命に従い1440年に読谷から中城城に移った時に共に移りその近くにを構えた 五三丸が雨割に滅ぼされた後は、不遇を囲つす時代が続いたが、1720年頃には、自童代に任せられるまでになった。現在の屋敷は大もや、トゥングはアシャギ、高倉、フールメーヌやヒやプンカーで構成されており、周囲は、福木と石垣で囲まれている。屋根の上には、魔よけのシーサーが鎮座している。瓦は赤瓦が使用されており、漆喰でしっかりと固められている。 なお、明治以前は竹瓦が吹かれていた。琉球石灰岩でできた石垣や、防風林としての服儀、漆喰で塗り固められた、重い瓦はいずれも台風に備えるための工夫である。また、屋根は、天端という、屋根が日差しのように出張った構造になっている。これは強い日差しと雨を避けるためのものである。沖縄戦の戦火を免れた貴重な家屋であることから、 沖縄がアメリカ合衆国から日本に返還された当日の1972年5月15日に、母屋、アシャギ、高倉、メヌヤー、フールが沖縄本島の民家では初めて国の重要文化財に指定された。なお、返還以前の1956年には琉球政府から重要文化財の指定がなされている。母屋は18世紀中頃の建築とされ、 鎌倉、室町の日本建築の様式が取り入れられているとされるが、随所に独自の手法が加えられている。木材には犬巻や木穀が使用されている。これらの樹脂は高級木材とされており、一般の使用は禁じられていた。母やあしゃぎ、あさぎ、高倉、もみぐら、めぬや、マイのや、フール、フールのゴムネと宅地が重要文化財に指定されており、 他に一生二棟と貧粉が重要文化財の不指定となっている。前述の通り、伝統的な家屋では風水が重要視されている。これは中国の影響を強く受けているためである。18世紀には中国で多くの人物に風水を学ばせた。またそれらのものをフンシミイと呼んだ。首里城とその城下も詩人相応の理想型を追求した配置となっている。 かつては家を建てる際に、分子見に良い方角、地形を見定めさせた。良い方角とは、日が昇る方角である東であり、西は悪いとされている。また、良い地形とは、前方が低く、後方が高く傾斜している地形で、かつ前方が南であることであるとされている。平和割としては、南東が最も良い位置であり、逆に北西が最も悪い位置である。 中村家住宅もこのような配置となっている。具体的には、朝木屋一番座が南東に配され、フールが北西に配されている。住宅は北中ぐすく村が観光施設として有料で公開している。北中ぐすく村 HP の中村家住宅紹介ページ。ありがとうございます。